俺は絶対に持ち家を持つぞ。別に賃貸でいいじゃん。俺の名前は下田。弟の持ち家と持ち家と賃貸どちらがいいか話しているところだ。だってさ、持ち家今の賃貸ってすごいんだぜ。この前雨漏りで部屋が大変になったんだけど。ああ、そんなこと言ってたよな。大家さん、雨漏りした分家賃とか減額できないの？ああ、民法が改正されてその期間中の家賃は減額できるようになってるんだよ。マジで？こっちで保証できるのは修理までの期間だけだけどね。賃貸って至れり尽くせりですよね。すごいな、そこまで法律で保証されるようになってるのか。それにさ、俺って転勤多いから持ち家はちょっとな。その分賃貸なら自分の状況に合わせて引っ越しができるし。でも引っ越し費用もかかるだろう。部屋を探す手間もかかるじゃないか。大丈夫、そこも会社が引っ越し費用を負担してくれるし。でも引っ越しをするのは大変だけどな。やっぱり俺は持ち家が欲しい。ローンの返済には追われるけど自分の財産になるしな。でも固定資産税とか大変じゃない？それも固定支出だ。それを踏まえてれば財布のやりくりもなんとかなる。へえ、そんなもんかね。けれどそれから数ヶ月後。兄貴、俺家を建てることにしたぞ。急にどうしたの？同棲中の彼女の実家が土地を譲ってくれることになった。ちょっと郊外だけど持ち家が持てる。持ち家すげえ。でもローンとか大変じゃない？大丈夫、頭金は1000万あるし。そんな金どっから出てきたの？彼女と俺でコツコツ貯めたんだよ。家買うならそれなりに準備も必要だしな。なるほど。そしてあっという間に弟の家が建つ。それと同時に弟は結婚。弟の家は将来に備えて子供部屋まである立派な家だった。ふぅー、持ち家すげー。どうだ、すごいだろう。これローンで買った家だけど全部持ち家の財産なんだよな。すげーとしか言いようがない。そういう兄貴も今はタワマン借りてるんだよな。いや、そこが一番条件に合ってたから借りてるだけだよ。だから持ち家みたいに自慢できるほどじゃないな。低階層だし俺は部屋のオーナーじゃないし。タワマンに住んでるって言うとみんなすごいって言うけど、賃貸って言うと微妙な顔するんだよ。なるほど、確かにそうかもな。でもすごいよな、タワマン借りられるぐらい稼いでるんだから。でも家賃は月に15万ってところ。タワマンって購入するとローンの他に修繕積立費や管理費がかかるから、その点はお得かな。なるほど、それに比べて俺は火災保険料や固定資産税も払わなきゃだから維持費がバカにならないな。そう弟は言っていたが、俺は財産として持ち家を持てた彼が羨ましかった。ここからの眺めもいいけど、いずれは引っ越さないとだしな。俺も転勤が多くなきゃ家を買うことも考えるのに。台風15号は勢力を増して関東圏に接近しており。台風か。持ち家の住んでる地域って水害多いんだよな。何事もなければいいけど。でも俺の悪い予感は当たってしまった。兄貴、しばらく兄貴の家で世話になれないかな？どうしたの、持ち家？実は家が浸水被害にあって、治るまで時間がかかりそうなんだ。近くにある嫁さんの実家もダメになっちまって。大丈夫かよ。本当にすまないな。いいよ、遠慮すんなよ。幸い県の補助金と火災保険のおかげで補修費はなんとかなるらしい。でも弟たちは家が治るまで自分たちで住むところも確保しないとならない。こういった場合、賃貸では大家がその期間の宿泊代なども保証するよう国が定めている。でも持ち家の場合は何かあった時は原則自己責任。
さらに災害などで家がダメになってもローンが手元に残る場合もある。そう考えると賃貸の方がいいって思っちまうよな。持ち家が住んでる地域は水害も多いし、これからもこういうことがあるだろう。引っ越しが簡単にできないのもネックだな。幸い弟の家はきちんと修復され、半年もしないうちに弟夫婦は持ち家へと帰っていった。本当にありがとうな。大丈夫だよ、困った時はお互い様だろ。これ以上何事もなければいいんだけどな。持ち家たち、また同じ目にあったりしないといいんだけど。でも今度は俺が災難に見舞われる。え？このタワマンに住めなくなる？そんなこと言われましても。なんとタワマンの部屋のオーナーが部屋に住むことになったのだ。俺は数ヶ月間の猶予を与えられ、他の賃貸を探すことに。転勤が多いから気にしてなかったけど、同じ場所に住めないって不便かもな。ああ、仕事しながら引っ越しの準備もしないといけないって、なんかやってもしんどいぜ。転勤を理由にした引っ越しであるなら、引っ越し費用も会社が負担してくれる。でも今回の場合は該当しないので、自己負担での引っ越しとなった。貯金が数十万飛んでいくって痛い。でも住む場所によって出費がかかるのは弟も同じ。数十年後にこんなことが。え？外壁の塗装をし直す？おじさん、お茶。あ、ありがとう。そうなんだよ。それで智樹の学費も貯めないとだろ。もう家計が火の車でさ、排水も詰まってきたし。あのさ、高校入ったらバイトするから学費の話はしないで。俺だって家に金がないことぐらい自覚してるよ。そっか、経年劣化による家のメンテナンスもお金かかるよな。ローンの支払いが終わったら自分の財産になるとはいえ、老朽化はしていく。持ち家がローンを払い終わるのが65歳って言ってたから、はあ、ローン払い終わってもその頃にはこの家もボロ屋だろうし、そうならないようにメンテナンスはしないと。持ち家って意外と出費がかかるよ。大変だな、持ち家。俺も定年退職後、大変な目に遭うことに。すみませんが、このご年齢だと普通の賃貸は無理ですね。そんな。退職金も貯金もあることですし、高級高齢者マンションはいかがでしょうか。それって老人ホームですよね。そうなりますね。60歳を過ぎると一人暮らしの男性に部屋を貸してくれるところはあまりないです。70、80歳になると。部屋を貸してくれるオーナーは神様ですね。そうか、老人ホームに入ることにしたか。ああ、俺も家を買っておけばよかったと後悔してるよ。確かにな、ついの住処があることはいいことだ。でも俺たちが亡くなった後の始末が大変でな。智樹は都内に住んでるんだっけ？職場も向こうにあるし、こっちに戻ってくる気はないらしい。だからこの家をこの先どうするか嫁さんと話し合ってるところだ。昔も賃貸と持ち家どっちがいいか話し合ったことがあったっけ。結局どっちに住んでもいいところも悪いところもあったな。確かに俺も年取って部屋を借りられなくなるとは思わなかったよ。俺もこの家の処分に困ることになるなんて思いもしなかったよ。賃貸と持ち家どちらがいいのか、それは住む人それぞれの事情によって違うのかもしれない。でも俺はずっと賃貸に住み続けてよかったと思っている。それは持ち家を持っている弟も一緒だろう。うおすっごい眺めっすね。25階ですからね、眺めは抜群ですよ。おー25階人がゴミのようだ。一度行ってみたかったんすよ、このセリフ。展望ラウンジの見晴らしも最高ですし、屋上にはテニスコートも完備されております。
ここにします。おら、ここ買います。ありがとうございます。これから俺の超高級タワマン生活が始まるんだ。レシオタイム。俺の名前は遠山仁太、34歳。昔からタワーマンションに憧れを持っていた男だ。投資に成功し、34歳にして超高級タワマンを購入することにした。いやそれにしてもすごい眺めだ。夜景が綺麗すぎる。さて、ワインでも飲もうかしら。そりゃ窓は開けてもいいのかな。いいよな、自分の家だし。いい風。そういえば不動産屋が言ってたな、高層階には虫が出ないって。そりゃそうだよな、蚊が25階まで飛んでこれるわけねえもんな。窓を開け放していても害虫が入ってこない。こりゃ最高だ。まさにタワマンはいいことずくめ。この他にも地下にゴミを分別するゴミ箱がついていて、そこにいつでもゴミを置いていけたし、1階には宅配ボックスがあって、留守中にも宅配便を受け取ることができた。それに何より、仁太くんってここに住んでるの？そうだよ。まあ大したものもないけど、上がっていきなよ。女にモテる。お帰りなさいませ、遠山様。ああ、この手荷物ちょっと預かっておいてくれる？はい、かしこまりました。わー、すごい。タワマンには専属のコンシェルジュがいて、荷物を預かってくれたり、来訪者の受付や取り次ぎをしてくれる。それに宅配便の配送までフロントでやってくれるんだ。ねえ、私お腹空いちゃった。 OKOK。じゃあケータリング頼もう。コンシェルジュに何食いたいか言えば持ってきてくれるんだ。すごい便利。こうして俺たちはタワマンから一歩も出ずに、プールやテニスを楽しみ、部屋に帰ってくると豪華な食事を食べた。こういう豪遊ができるのもタワマンならではだ。あ、やだ、ワインこぼしちゃった。わあ、シミになるといけないからコンシェルジュに頼もう。え、クリーニングまでやってくれるの？ここがどこだと思ってるんだよ。超高級タワマンだぜ。もちろんフロントでクリーニングを預けることができるんだよ。タワマンはステータスの塊だ。一部の富裕層にしか住めない。俺は選ばれた人間なんだ。しかし1ヶ月も住んでいると徐々に不満も見えてきた。はぁー、くそ、急いでるっつーのに、なんでエレベーターなかなか来ないんだよ。これじゃ会社に遅れるだろうが。タワマンは立地上、朝はすごくエレベーターが混む。理由は簡単、ほとんどの住人が朝通勤に使うから。俺は仕方なく朝は混み始める時間を避けて早く出社するようになった。はあ、今日も仕事疲れた。夜景でも見ながら癒されよう。ああ、どんなに疲れていてもこの部屋に帰ってきたら何もかも忘れられる。うっとり。なんだ地震？すごい揺れだ。このマンション大丈夫なのかよ。怖えよ。超高級タワマンといえど、地上20階建て以上の物件は地震の時の揺れがすごい。もしも火災なんか発生したらどうなっちまうんだ。25階から飛び降りたら待っているのは絶対的な死。遠山様、お手紙をお預かりしております。おー、サンキュー。あ、パラシュート買いませんか？だってタワマンならではの広告だな。確かに25階で何かあったらパラシュートで降りるしかねえもんな。1個買っておくか。
そんなある日のことだった。俺は本業の不動産投資に大失敗してしまい、大金を失ってしまった。嘘だろ、嘘だと言ってくれ。俺の5000万円が、俺の大金が。その日俺は焼け酒を飲み眠った。翌日起きてみると、やべえ、おねしょしちまった。ところがおねしょ布団を干そうにも、タワマンは外見維持のために洗濯物を外に干せないことになっていた。今まで服は浴室乾燥機でどうにか対処できたけど、布団なんて入るわけない。俺は恥を忍んでコンシェルジュを呼び、布団をクリーニング店に持って行ってもらうことにした。それではご清算はいつものように家賃と一緒にお引きしておきますので。はい、このクリーニング代っていくらくらいなんですか？10万円くらいかと思われます。10万円、高え。俺を襲った悲劇はそれだけじゃなかった。最初から分かってはいたことだが、毎月の管理費に比べ修繕費がべらぼうに高いのだ。修繕費で300万円出せだと？ふざけんな。結局半年も住んでいると、普通の家に住んでいた方が良かったんじゃないかという気持ちになり、俺はマンションを賃貸に出し、普通の物件に移り住むこととなった。憧れのタワマンだったけど、もういやと。タワーマンションは金さえ持っていれば天国だ。しかし金がない人間にはこれほどきつい場所はないだろう。憧れだけで住んでみたけど、現実はそう甘くなかったのだ。いやー、このこんにゃく丼うまいなー。俺の名前は望月康夫、30代のフリーターだ。月収はその月のシフトによって20万から15万ほどになる。でも生活に多少だが余裕はあるし、貯金も50万ほどある。それもこれも全部この部屋のおかげ。俺の住む部屋は風呂なしの 1K、 共同トイレはあるけれどガスも通ってない古い木造のアパートだ。そして家賃は驚異の15,000円。この安さが俺の独身ライフを支えてくれている。でもゴロゴロできる広さはあるから幸せ。これで15,000円とかお釣りが来るでしょう。そんな俺がどんな暮らしをしているのかご覧に入れよう。俺の起床は午前7時。朝食は前の夜に残しておいたご飯を雑炊にして食べる。ガスレンジや電子レンジはないので携帯ガスコンロが頼みの綱。これでもそれなりに節約飯は作れるんだぜ。そして駅まで徒歩40分の道のりをひたすら歩く。いい運動になるな。家賃の安さの秘密はズバリ立地条件の悪さ。その代わり毎日適度な運動ができるから健康にもいい。あの部屋に住んでから体重3キロも落ちたもんな。おかげで肥満対策にもなるし、本当に健康も保てて一石二鳥だぜ。午前9時。おはようございます。おはよう安尾くん。俺は勤めている居酒屋に出勤。ちなみに時給は1100円と都内にしては安い。でも店長が親切な人でまかない飯も出るから、シフトがある日は昼食代も浮く。マグロのお茶漬けうまー。ヤスオ君に好評ならそれも店のメニューに加えてみるかな。これは俺たち従業員の特権ってことで、お客さんには内密にお願いします。でもうまいならそうも言ってられないよ。どんどん新しいものを取り入れないとお客さんも飽きちゃうしね。じゃあ俺の食べてるこんにゃく丼とかどうですか？何それ。こんな風に昼食時の雑談も俺の楽しみの一つだ。午後20時。お疲れ。また明日よろしくお願いします。
仕事が終わって俺は家に帰ることに。さてと、品物は安くなってるかな。この後店側のスーパーに寄って割引になっている品物を物色。お、ヒレカツフライが半額になってる。買っていって晩飯にするか。あとはこっちの見切り品の野菜もいくつか買っておくかな。そうすることでなるべく食費を浮かすようにしている。そして帰宅は22時頃。今日は何があったんだ。 SNS を漁って今日のトレンドや世間のニュースを検索。ここでお得な近所のスーパーの特売情報なども仕入れて眠る。え？風呂はどうするのかって。休みの日の朝は近所の銭湯があるのでそこで体を洗うんだ。お、今日はここにしてみようかな。うちの近所はその昔大学生の下宿先が多く軒を連ねていたらしい。その名残で銭湯が何軒か建っているのだ。なので俺はその日入りたい銭湯に日替わりで行くことにしている。はあ、湯に浸かれるって幸せ。本当に休日だけの贅沢だよな。お湯に浸かれるのが休日だけなのはどうしてかって。そりゃ毎日通う金はさすがにないからな。早くお湯沸けよ、寒くてたまらない。そういう時はガスコンロでお湯を沸かしてそのお湯で体を拭く。冷たい。そして残り湯で頭を洗うんだ。夏はいいけどとにかく冬は寒いのが難点。いい解決策ないかな。そして俺には休日の楽しみがもう一つある。ズバリコインランドリーに行くこと。うちには洗濯機を置くスペースがないのでここで溜まった洗濯物を洗う。ここで新聞や雑誌を読めるのが本当に最高。待ち時間にも退屈しないしな。よー安尾くん、今日も来てるね。おー陳さん、おはよう。今日は毛布も洗っちゃおうと思ってさ。なら昼飯一緒にどうだ。おごってくれるならいいよ。おいおい、自分の分は払ってもらうに決まってるだろう。ファミレスに寄らないでコンビニのイートインで昼飯っていうのもいいよね。ファミレスだと場所代も料金に上乗せされるからな。その分コンビニのイートインは安上がりで助かりますよね。最近は物価上昇でコンビニ飯もそう簡単に食えなくなってきたけど。ははは、そりゃ言えてる。できて月一の贅沢だな。でも昔に比べると随分いい暮らしをしてるんですよね俺。そういや安尾くんはフリーターだろ。シフトも不規則って言ってたし生活大変なんじゃないのか。うん、昔に比べれば天国です。なに、不景気で食に困ってたとか。最近の若者は運に恵まれてないからな。違います、俺それなりに大きな企業に勤めてたんですよね。じゃあなんでこんな生活してるのさ。普通に会社勤めしておいた方が生活も安定するし将来安泰だろ。ぶっちゃけ働くのに疲れたんです。はあ、今何時だ。俺最後に寝たのいつだっけ。でもまだノルマが終わらない。働いても働いても仕事が終わらなくて、それでも残業代はほとんど払われませんでした。それなりに名が知られてる企業って言っても実態はひどいもんですよ。ついにはここから飛び降りたら楽になれるかな。俺どうしたら仕事しなくていいんだ。そう考えるようになっちゃって、さすがに翌日にはこのことを上司に相談して辞めたいって言いました。それでもかなり揉めましたけどね。人手不足なんだからそのくらい我慢しろ。会社に損害を与えるつもりか。お前のようにみんなしてきたんだからお前もそれに従え、とか。まあいろいろと言われました。それで労働基準監督署に相談してやっと辞められたんです。そりゃ大変だったね。まあ今となっちゃ笑い話ですけどね。いや、笑い飛ばせるようになった安尾くんがすごいよ。あの出来事がなければ
俺は今の生活を送れていません。過去に苦しい思いをしたからこそ今がある。俺はそう思って胸を張って生きていきたいんです。でもこの生活いつまで続ける気？結婚とか子供持ちたいとかそういう願望ってないの？ずっと独身でいる俺が言うのもなんだけどさ。いや、それがさっぱりなくて、今は自分だけの生活を楽しみたいなって。住んでるところも1万5000円のボロアパートですけど、すっごく愛着ありますし、あそこがなきゃこの生活は成り立ってないですしね。あ、住めば都っていうもんね。俺も大陸から仕事の関係でこっち来たけど、居心地よくて帰化しちまったし、ヤゾウ君にとって住んでるアパートが今の生活に必要な場所ってことか。そういうことになりますね。今度ヤスオ君のアパートに遊びに行くよ。チャーハンと餃子持って行くからさ。他の中華料理もお願いします。あいさ、わかったよ。会社勤めを辞めて、陳さんのように気軽に付き合える友人もできた。悩みやちょっとした愚痴も陳さんには話せる。そんな人も昔は周りにいなかった。それにこんな光景ここでしか見られないしな。本当に川沿いの部屋を借りて正解だったよ。最近では新型ウイルスの流行の影響で告知なしに花火を自治体が上げることがある。その時俺の部屋はとっておきの特等席になるのだ。酒飲みながら一人で花火見物って最高だな。正月には除夜の鐘も聞こえてくる。風呂もなくて洗濯機も置けない激安アパート。人から見ればボロアパートかもしれないが、俺にとっては最高の住処だ。俺はここでの暮らしに幸せを感じている。1泊300円ってネカフェより安いじゃないかよ。ここに行けば生活もなんとかなる。アパートを追い出された俺はその格安ホテルに泊まることを決めていた。だってネカフェより安いんだぜ。泊まるっきゃない。レシオトイレ。俺の名前は成林実。今年で49歳になるフリーターだが、いらっしゃいませ。成林さん、挨拶はちゃんとしようね。もうここに勤めて3ヶ月になるんだから。はあ、それに返事は、はい。君もう50になるんでしょ。そのくらいしっかりしてよ。はあ、安い居酒屋のバイトなんてやってられるかよ。ちゃんと言われた通り仕事はしてるんだからいいだろ。こんな感じで俺は仕事にやりがいを見出せないで生きている。なんか俺の目ってよどんでね。死んだ魚のような目ってこういうの言うのかな。昔の俺はこんなんじゃなかった。ちゃんと夢もあったんだ。俺は四国からこの大阪にやってきた。夢は一流の料理人になること。調理師免許も取って俺の人生は順調だったはずなのだが。なんだこの裁き方は。やり直し。すみません。お前一体一日に何か謝れば気が済むんだよ。それで仕事が務まると思ってるのか。本当に料理をなめてるな。料理の世界は思ったよりも厳しく、俺は怒鳴られる毎日。しかも仕事は厳しいのに給料は安く、月収20万に届かないことがほとんど。結局俺は料理人を辞めフリーターになる道を選んだ。四国にも帰ろうと思ったが、地元のやつは絶対に俺の失敗を笑う。そう思うと帰る気にもならなかった。でもそんなある日。え、今なんて。すまないね、言っちゃ悪いが成林さんやる気がないんだよね。仕事の覚えも悪いし、いない方が仕事がはかどるっていうか。ああ、いつものことなんでもういいですよ。え？俺いつもそう言われて辞めさせられてるんです。だから気にしないでください。そうなの。俺は仕事をクビになり無職に。はあ、これからどうするかな。成林ちゃん、今日は肝頼んでくれないの。ホルモンばっかり食べちゃって。
頼むのもめんどくさくて。おやっさんの鉄板焼きは食べたいから店に来る努力はしますけど。なんつうか、普通はそれ努力しなくてもできることだから。やっぱり成林ちゃんは面白いね。でも仕事いいの？ああ、クビになって家賃も滞納してるんで、アパートも追い出されました。いや、それホルモン食べてのんびりしてる場合じゃないよ。でも行くところもないですし。じゃここはどうかな。キャンペーン中につき1泊300円から宿泊可能？ちょっと安すぎじゃない？無職だからいいじゃん。ここ結構いいとこだよ。確かに1泊300円ってネカフェより安いじゃないかよ。ここに行けば生活もなんとかなるかも。そして俺はアイリン地区にあるホテル新加古宮に向かっていた。アイリン地区は日雇い労働者の町で治安が悪いと言われているが、へえ、アイリン地区にあるからボロいホテルかと思ったら、綺麗なビジネスホテルって感じじゃん。カフェテラスもある。チラシに書いてあったけど、朝食も450円で食べられるのか。これ泊まると朝食が350円になるんだよな。宿泊代と合わせても650円。どこで採算取ってるんだ。はあ、ご飯が美味しい。え、外国の人？何してるんだ？ここで何を？ああ、アイリン地区の観光に来たんですよ。噂には聞いてましたが、ホテルも安くていいですね。ここ、元は労働者が泊まる簡易宿泊施設だったんですが、私たちみたいな観光客のためにきれいに改装してくれたみたいで。そうだったんですか？最近のアイリン地区は海外からの観光客も増えて治安も改善しているらしい。それに合わせて労働者の簡易宿泊施設も観光客が泊まれるよう改装されたらしいのだ。いらっしゃいませ。すげー、ふかふかそうなソファーもある。本当にここドヤ街のホテルなの？ホテルの内装は下手なネカフェよりも清潔感が漂っていた。しかも PC まで完備してある始末。これで300円って本当かよ。さらに通された部屋はカプセルベッド完備なのに個室。基本的にカプセルホテルは一つの部屋に複数のカプセルがあって寝る作りになっている。だからこういったタイプの部屋はあんまりない。普通にプライベートが保てるので観光客が来ても好評なんじゃないだろうか。珍しい作りの部屋だな。下手したら普通のホテルよりも快適かもな。カプセルベッドの中も充実していた。ちゃんとテレビもラジオも完備されてて照明もある。あ、ちゃんとコンセントもあるからスマホの充電もできんじゃん。さらに布団もふっかふかでぐっすり眠れそうだ。これで300円ってコスパ最高すぎだろ。俺の場合はおやっさんからもらったチラシのクーポンで宿泊代が300円になってる。ちなみに通常の宿泊代は800円と、これまた格安だ。さらに驚いたのが、はあ、気持ちいい。男性専用の大浴場があることだ。本当におやっさんにここ紹介されてよかった。でも金も稼がないとここにもいられなくなるしな。仕事見つけないと。でも今日は疲れているので職探しは明日にしよう。そう思って俺は寝たのだが、なんか電車の音がうるさくて眠れない。これが安さの秘密か。新加古宮のそばには駅があって、絶えず電車の走行音が聞こえてくるのだ。それは終電の時間までずっと続く。その日は近所のコンビニで耳栓を買ってまた寝た。まあそれでぐっすり眠れたのでコスパ的には問題ないかな。翌日から俺は職探しをすることにしたのだが、はあ、今日も福祉センターに行くとするか。あの、そこに行けば仕事があるんですか？なあ、新人さん。俺ここに泊まりながら日雇いの仕事してるんだ。仕事が欲しけりゃアイリン労働福祉センターに行けばいいよ。みんなそこで仕事を探してるんですね。
でも日雇いの仕事って大変じゃないですか。自分の家もない状態だし。いや、ホテル暮らしって最高だよ。部屋の掃除もしなくていいし、家賃も更新代も取られないしな。特にこのホテルは最高だ。綺麗になって住みやすくなったし、他に行く気がしないんだよ。なるほど、そういう考えの人も世の中にいるのか。確かに生活は大変だけど、その分気楽なのかもな。俺はアイリン労働福祉センターに立ち寄った。そこで張り出された求人を見たのだが、出てる求人全部土木関係じゃん。めんどくさそうだからほとんどやったことないよ。それにほとんどが30日以下の日雇いの仕事ばっかり。みんなよくこんな不安定な雇用で暮らしてるな。日雇い労働者たちの求人を前にして、彼らの生活の厳しさを垣間見た気がした。結局俺は担当者に相談して、飲食店の長期アルバイトを紹介してもらうことに。しかもそこが俺の好物である鉄板焼きの店。いらっしゃいませ。ほら、死んだ魚のような目してないでちゃんと接客する。でも鉄板焼きって基本的にフリーでしょ。お会計だって食べたホルモン焼きの串の数で決めるし、俺やることないんですけど。だったらホルモンどんどん焼いて。ほんとすげーの来たな。初日から雇ってくれた親父さんには呆れられた。すげーやる気のなさそうなのがいるね、親父さん。俺も動けなくなってきたから雇ったけど、いない方がいいかも。じゃあなんで雇ったんですか。それって俺らみたいじゃないかよ。帰るところもないからここに来た感じか。まあそんな感じですね。別に何しても自由だけど、最低限のやる気だけはあった方がいいぞ。やる気ですか。俺も昔はやんちゃしたけど、今じゃここの生活に満足してるよ。松さんは相変わらずいいこと言うね。でもつけば払えよ。はい、おじさん。やる気ね。俺には無縁の言葉だ。にしても成林さんが焼いたホルモン美味しいね。親父さんが焼いたのよりうまいかも。え、そうですか。おやじさんも年だから店畳みたいとか言ってるし、ついちゃってもいいんじゃない。おい、こいつは今日来たばっかの新人だぞ。なんだろう、こんな風に言われたの本当に久しぶりだな。それからも俺は鉄板焼きの店で働き続けた。うまいな。ナリベースさんが焼いたホルモンはなんか違うんだよな。まあ親父さんには負けるけど。だな、タレは親父さん特製だし。ありがとうございます。今日もじゃんじゃん焼きますよ。幸せそうに鉄板焼きを食べているお客を見るたびに、熱いものが込み上げてくる。これは何だろう。お前、いい顔でホルモン焼くようになったな。え、前はやる気のない目してたけど、今はキラキラ輝いてやがる。料理好きなんだな。別に照れなくてもいいんだぞ。はい、好きです。諦めた道ですけど、やっぱり忘れられません。じゃあ俺が仏になったらこの店やってくれるか。閉めちまうのもお客に悪いしよ。ついてくれ。親父さん。いやか。いえ、継がせてください。俺もこの店の味が好きです。いつの間にか俺は死んだ魚のような目をするのをやめていた。ナリベースさん、気持ちよだい。はい。現在俺は親父さんの味を学びながら鉄板焼きの店に立っている。親父さんは厳しい。でも好きなことを学べるって本当に楽しいもんだ。謙虚に何かをコツコツとやる、それって案外いいことなんだな。俺の名前は佐賀市マスオ。現在引っ越しする物件を探している30代の男である。でもここ以上にいい物件なんてないよな。俺が現在住んでいる物件は風呂なしの木造アパート。だが家賃は駅近なのに4万と、とてもお得で、近くに格安の銭湯もある。なので生活に苦労はしていなかったのだが。すまんねえ、もうこの年になると大家をするのも大変で。
ここを取り壊して土地を売ることにしたんだよ。大家さんも高齢だし、これは致し方あるまい。大学時代から住み慣れたこの下宿先を後にするのは辛いが、新しい部屋を探すか。飯を食べ。こうして俺は不動産屋に行くことに。なるほど、一人暮らしでちょうどいい物件ですね。はい、多少高くてもいいので手軽な物件はあるでしょうか。いくつか候補がありますので回ってみましょうか。そして1軒目の賃貸で、おお、今住んでいるところにそっくりだ。ここにします。え、いいんですか。はい、なんというか今住んでいるところにそっくりで愛着が持てるので。でもここがいいんです。よろしくお願いします。わかりました。いやー、いいところに引っ越したな。やっぱり長年住んでいたところと似てるところに住めるのはありがたい。本当によかった。引っ越し当日俺はそう思っていたのだが、数日後、ここ駅からかなり遠いな。ちょっとそのあたりもチェックしてから契約すべきだった。はあ、でも運動になるからいいか。会社に行くのにギリギリの電車に乗る必要もないしな。そう移り住んだデメリットをプラスに捉えようとしたのだが、うわ、雨漏りしてる。前のところは古くてもこんなことなかったのに。それなのに家賃が月6万で、風呂なしなのに近所に銭湯もないし、ここ選んで失敗だったな。風呂に行くのに徒歩40分の駅まで行って、そこからさらに30分歩いて、風呂に行くだけでこの騒ぎって本当に嫌になっちゃうんだけど。これ前住んでたところの方がずっと良かったな。ちなみに最悪なことがもう一つ。内見した時は分からなかったけど、日当たりもいまいちだな。なんつうか部屋全体がジメジメしてるし、うわ、これカーテンにカビ生えてるじゃん。うわ、匂いもきついな。これが決め手となって俺は1年も住まずに部屋を引き払うことに。俺は違う物件を探すことに。ここなら駅にも近いし、木造アパートで古いけどリフォームもされてて住みやすそうだ。ここにします。今度は大丈夫ですか。はい、もう移り住んだりしないですよ。本当に大丈夫ですか。はい、大丈夫です。でも二度あることは三度ある。あれ、コンセントどこだ。この辺にありそうなのにな。コンセントがどこにも見当たらない。この家コンセントが一箇所しかない。つーか、どんな場所にあるんだよ。仕方がないので延長コードで伸ばして使用することに。さらに驚いたのが、お風呂場なのにお湯が出ない。いや、どうやって体を洗えばいいんだよ。風呂は湯沸かし器で温められるから問題がないが、お湯の出る蛇口がない。でもまた引っ越すのはちょっとな。引っ越すたびに金がぶっ飛んでいくのも嫌だし、でも住みづらいところに住むのはどうかと思うし、住めば都っていうし、このまましばらくは我慢してみようか。俺は2軒目の物件に腰を落ち着けようと決意したのだが、冷たい。風呂がちゃんと沸いてないぞ。どうなってるんだよ、ここの部屋の湯沸かし器。これじゃあ浸からない方がマシだ。今度はとにかく部屋の設備がボロいことが判明。さらに最悪なことは続く。それは真夏のある日のこと。暑い、クーラー、クーラー、あれ、つかないぞ。どういうことだ。それに他の家電も使えなくなってる。まさかこれって。嫌な予感がして俺は電気屋さんを呼んだのだが、うわあ、ここのアンペアめっちゃ低いね。これクーラーかけてる時に他の家電つけられないよ。マジですか。ああ、寝る時はいいけど起きてる時は注意しないとね。うわマジで生活しにくいよここ。さすがにこれはありえないと俺は新しい部屋を探し始めた。でも今までの俺とは違う。今までの失敗をバネに
完璧な部屋を見つけてやるぜ。そう、幾多の失敗を乗り越え俺は悟ったのだ。部屋探しは徹底的に調べることが必要なのだと。さすがに今まで気づかなかった方がおかしいんだけど、まあ部屋探しあんまりしたことなかったし、それは仕方ないか。こうして俺は職場もしくは駅から比較的近い複数の物件をネットでピックアップ。すみません、この物件の内見は可能ですか？はい、大丈夫ですよ。その全てを徹底的に内見することにしたのだ。間取りは OK だが築年数が少し気になるな。このレトロさがいいといえばそれまでだが、雨漏りの跡も確認できる。ここはやはり風呂なしと木造アパートは外すべきか。ちょっと寂しいけど銭湯が近くにないとさすがに住みづらい。やっぱり築年数も新しいアパートの方がいいな。となるとこの物件がやっぱり一番か。日当たりよし、築年数も8年で比較的新しい。コンセントの位置も平気だし、アンペアも普通。それに風呂にはお湯の蛇口もちゃんとある。すみません、ここにします。もう引っ越ししませんか？今度は大丈夫です。じゃあここで契約ってことで。こうして俺は新しい賃貸の契約に成功。はあ、やっぱり住んでみて快適だな。風呂はあるし収納スペースもあるし、駅が近いから普通に会社にも通えるし、築年数が新しいから雨漏りもしないし、日当たりがいいからカビの心配もない。これだよこれ。俺の求めていたものは。ん？引っ越しトラック？でも俺は知らなかった。どんな物件でもある日を境に最悪の物件になるということを。イエーイ、今日も一発行くぜ。うるせー。隣に越してきたのは自称バンドマンの男。彼はどうやらライブ配信をしながらギターを弾いているようで、騒音を響かせまくるやつだったのだ。うるせーな、いい加減にしろ。あ、俺のロックのビートがわからないやつらがマジでうざいんだよ。お前の方に常識がないんだよ。くそー、今度こそちゃんとした場所に引っ越せたと思ったのに。どうして俺の住む場所はこんな物件ばっかりなんだ。賃貸選びは難しい。俺はそれを思い知らされたのだった。ああ、今日もポリユキがなんか言ってるよ。そういや兄ちゃんになんか変なスレッド立ってたよな。後で行ってみるか。俺の寝床は二段ベッドの上段。飯を食う以外はだいたいそこでゴロゴロしてるか、スマホ見てるか、ゲームしてる。本当に働きもしないクズだなって自分でも思うよ。飯のタイム。あ、カレーうま。俺の好物だったもんなこれ。お袋未だに週一で作ってくれるし。でも今の俺の好みは濃い味のカップ焼きそばなんだよな。俺の名前は新大誠、48歳になるが職に就かず実家に居候している。いわゆる子供部屋おじさんってやつだ。これでも昔は警察官だったんだぜ。おめでとう、まこと。あんたすごいわよ。ほんと、兄さんなら夢を叶えられると思ってた。高校からの夢を叶えたって言うんで、家族もみんな祝福してくれた。でも、ほら、しんどい。今日も飲みに行くぞ。え、今日もですか？先週もすっごく言っていたような気が。何言ってるんだ。上司がおごる酒が飲めないのか？すみません。仕事は好きだったけど、こういった警察の雰囲気に馴染めなかったんだ。体育会系な雰囲気ってやつ、そういうのがもうダメだった。もともと人付き合い苦手だし、気がついたらノイローゼ一歩手前になってやめてたな。気がついたら5年で仕事を辞めて、以来はずっと引きこもり。なんか警察官時代の理想と現実のギャップにショック受けすぎちゃって、やりたい仕事自体見つからなくなっちまったんだよな。気がついたら俺ももう48歳。
仕事もしない、結婚もしない、年金暮らしの親に食べさせてもらう毎日だ。ほんと落ちたもんだぜ。この二段ベッドの下の段も昔は弟が使っていた。でも弟は真面目に働いて奥さんまでいる。高校卒業するまでは俺の方が優秀だったのにな。何が一体違ったんだか。その弟は家から出てちゃんと自立しているというのに、俺は実家に引きこもったまま。でもそんな自分を変える勇気すら俺にはない。ねえ、まこと、ちょっと話があるんだけど。またお袋かよ、うざいな。俺喋りたくないんだけど。あなたのことでユージにもいろいろと相談に乗ってもらってるの。それでユージが、この続きは下で話せないかしら。ユージも来てるし。はぁ、弟のユージがなんで来てるんだよ。やだ、絶対に会いたくない。まこと、あんた今喋ったわよね。嬉しいわ。3ヶ月ぶりに声を聞いたもの。お父さんと生きてるのかって心配してたのよ。いや、飯も食ってたし、たまにだけどトイレ行く時とか廊下ですれ違ってたよな。いや、生きてるから。でもユージには会いたくないから。そう、じゃあ私たちで話し合うしかないわね。うん、勝手にしてくれ。そう、わかったわ、勝手にする。お袋はそれっきり部屋の前から去っていったが、翌日。あれ、朝飯が部屋の前にない。いつもだったら置いてってくれるのに。仕方ないので下の階に降りると。はあ、俺の分は準備してくれないの？なんだよこれ。そのくらい自分でしなさい。お前ももう大人だろ。親父、お袋。俺の分の朝食は準備されていなかった。仕方なく俺は自分で食事を作ることに。そう、なんだよ急に。俺が何したって言うんだよ。親なんだから養ってくれてもいいだろうが。イラつきながら俺は飯を食った。さらには、お袋、この雑誌買いに行ってくれない？ダメよ、うちにはもうお金はないから。欲しかったら自分で稼いで買ってちょうだい。それができないから頼んでるんだろうが。ふざけるなよ。ふざけてるのはどっち？あんた警察辞めてから変わったわ。本当に最低になった。こっちだって好きでこうなったんじゃねえ。怒った俺は家を出たのだが、あれ、携帯が繋がらない。どうなってるんだよ。まさか携帯代も支払われてない？スマホが使えないのにどうやって過ごせばいいんだよ。それに俺金もろくに持ってない。あ、瞬間ショーウィンドウに映った自分を見て固まった。俺いつの間にこんな太ってだらしない格好をするようになったんだ。いつから俺こんなんになっちまったんだよ。ねえ、何あの人、寝巻き姿？いや、ありえないから。俺のことみんなが見てるし笑ってる。おい、嘘だろ。なんだよ、なんだよこれ。俺はそんな目で見るんじゃねえ。うわあ、恐ろしくて俺は急いで家に帰っていた。すると、ねえ、こんなこといつまで続けないといけないの？そうだ、金のことはともかく飯も作らななんて厳しすぎだ。そうよ、あの子だって話し合えば分かってくれるわ。それでもう兄さんは50手前になるのに引きこもったままだよね。父さんと母さんはそれでいいのか？でもあいつにもあいつの気持ちが。そうよ、私たちはあの子の親なのよ。やれることはやってあげないと。あのな、もう兄さんは立派な大人なんだ。それなのにいつまでも兄さんを子供扱いしてる母さんたちは異常だよ。もう少し兄さんの力を信じてあげてもいいんじゃないのか。この会話、まさかユージが親父やお袋を説得して俺を甘やかさないようにしてたのか。何してんだ俺は。
20年以上を無駄にして、お袋と親父に甘えてこの年までダラダラと、本当に情けない。兄さん、いるか？ユージ、ちょっと話があるんだ。それからユージは母さんが高血圧症を患っていることを教えてくれた。そっか、母さんが。全然気がつかなかった。うん、だから申し訳ないけど、兄さんにはしっかりしてもらいたい。いつ倒れてもおかしくないんだよ。そういえば小さい頃、警察官と料理人どっちになるかで迷ってたよな。今からでも遅くないんじゃないか。そうだな、俺やってみるよ。あら、まこと、もう起きてるの？なあ、おふくろ、飯の準備できてるから洗濯もしといた。あとはゆっくりしてたよ。え？あなた。それから俺、ちょっとハローワーク行ってくる。非正規のバイトぐらいだったら雇ってくれるとこあるかもしれないし。そんな急に仕事なんて探さなくても。ダメだよ、思い立った時に行動しないとまたダラダラしちまうから。まこと、本当に迷惑かけて今まですまなかった。もう大丈夫だから。それから俺はバイトをしながら真面目に働いた。親父、これ今月の生活費。お前、今まで迷惑かけてごめん。最低限の生活費ぐらいはちゃんと稼ぐようにするから。今ではわずかだが家に生活費も入れている。迷惑かけた分、これからは真面目に生きて恩返ししないとな。新大くん、これも作ってくれる？はい。48歳の現在、俺は夢を叶えるために小さな居酒屋で働いている。毎日が忙しくてうまくいかないことばかりだけど、働くことは思いのほか楽しかった。だまるで人がゴミのようだ。このセリフ言ってみたかったんだよな。タワマン最高。俺の名前は高田光一郎。20代後半にして年収700を稼ぐ勝ち組プレイヤーだ。年収700万だと結婚しても共働き確定だと聞いて驚け。20代後半で年収700万超えを果たしているのは全体のたった 4.4%。 視聴者の皆さんはこの数パーセントのエリートを超える稼ぎなのかな。みんなそうじゃないよね。つうわけで俺は勝ち組決定。独身20代で勝ち組を象徴する物件といったらあれしかない。タワマンの内見に来ましたよーっと。ここ住みます。え、即決ですか？ここ中古物件ですけど大丈夫？いいの、中古でもタワマンってことには変わりないですし。本当は審査に落ちまくってここしか借りられるところがなかったんだけど、タワマンを借りようと思ってまず驚いたことが審査の厳しさだ。年収700万だと住みたいところは軒並み全滅。しかも敷金礼金もがっつり取られていく。敷金礼金ゼロの賃貸も多くなってるのに世の中に逆行してるんだよな。俺の借りたタワマンは2000年初頭に建てられた中古物件。家賃は15万、部屋は 1LDK と少々狭いが問題はない。なんたって相手はタワマン。夜景最高。階層も12階と低めだが20代でタワマン住みはそういないだろう。出世すればもっと高位の階層にだって住めるんだからな。いいね、安物のワインが高級品に思えるこの指さ。階層が高いから虫も飛んできやがらねえ。12階だけど。だがこの時の俺は知らなかった。タワマンに住むということは思った以上に過酷だということを。それはタワマンに住んで初めての出勤日。くそ、寝坊しちまった。でも駅近の物件だからダッシュすれば電車には間に合う。本当にタワマン最高だぜ。ずらーん。
なんでこんなにエレベーターが混んでるんだよ。あんた入居してきたばっかりの人かい。朝は通勤する人が殺到するからいつもこんな感じなんだよ。20分は待つかな。マジかよ。階段って降りるのもきついんだな。俺は遅刻しないためにタワマンの階段を降りる羽目に、なんというか意外な不便さを突きつけられた瞬間だった。さらにタワマンにはジムなどの共同施設も充実しているのだが、あ、人数がいっぱいで利用できない。申し訳ございません。休日は予約のお客様でいっぱいになっていますので、次回からは予約をお願いいたします。マジかよ。このように人気の施設は利用自体できないことも多い。さらに困るのが日常生活だ。はぁ、あ、景観を守るために外に洗濯物を干すなだ。まあ乾燥機買えばいいだけの話だけど、タワマンは強風や景観を守るために洗濯物をベランダに干せない。さらには、あ、暑い。開放的な窓からは日差しが容赦なく降り注ぐ。夏は一日中冷房をつけっぱなしにしないとはっきり言って地獄だった。追い打ちをかけるようにこんな出来事もあった。修繕費値上げのお知らせ？おいおい、今でも15万の家賃と別に2万も取られてるのに。老築化の進んだタワマンは修繕費がかさみ出費が高くつくことが多い。これは本当に購入時に気をつけておけばよかった。まあ今さら後の祭りだけどな。だがタワマンはそこに住んでいるだけでステータスになる、ワンランク上の人間とみなされるのだ。すっごい、高田さんってタワマンに住んでるんですね。しかも20代で年収700万、憧れちゃいます。そんな大したことないよ。そのおかげで合コンではいつも一人勝ちだぜ。お前もタワマンなんか住んで大丈夫なのかよ。はっ、お前みたいな安アパートに暮らしてるやつに言われたかないね。そうだよな。でも俺結婚したいから今のうちに貯金しときたいんだよ。男の一人暮らしで賃貸に金かけることもないしな。はあ、本当に嫌になるぜ。同期の中村は何かというと将来のために貯金しなくちゃと口癖のように言う。俺より会社の評価も低い落ちこぼれが何言ってるんだか。それにうちの会社噂だけどかなり資金繰りが苦しいらしいしな。は？どこからの情報だよそれ。投資家の友達が教えてくれたんだ。それで会社の株価もだいぶ下がってるらしい。あのな、うちの会社が簡単に潰れるわけないだろ。上場企業だぞ。今は昭和の時代みたいに大企業にいるから安泰ってわけじゃないんだ。お前ももしものために貯金ぐらいはしといた方がいいぞ。へいへい、わかってますよ。いや、なんで花欲しくってるの。わかってないよなお前。俺たちの会社だっていい企業なんだ。ここに勤めてるだけで勝ち組だっていうやつもいるのによ。勝ち組なら勝ち組らしくその恩恵にたっぷりと預かるのが賢い生き方というものだ。この時の俺はそう信じて疑わなかった。会社が多額の負債を出して事業再生のために他社に買い取られるまでは。すまないがこれからはいろいろと苦しくなると思う。は？課長、何言ってるんすか。いや、会社が危ないの噂で聞いてたけど、ちゃんとボーナスも出てたし。俺これからどうなっちゃうんだ。そして大量のリストラが刊行された。俺はなんとか生き延びることができたが、月収25万、月に38万ほど稼いでいた俺の給料は13万も減ることに。俺の年収は700万から一気に20代後半の平均である393万まで下がったのだ。残ってやったのにたった給料がこれっぽっち。人のことなめてんのか。ムカついた俺は転職活動に力を入れた。こんな金じゃ憧れのタワマン生活を維持するのは無理だ。
でも、なんでドコモ不採用なんだよ。不況の影響でドコモ中途採用は厳しい状態。書類選考で落とされることがほとんどで、面接にさえたどり着けない。月15万の家賃に2万以上の修繕費、それを給料から差し引くと使える金額は生活費たったの12万。こんなんでどうやって生活するんだよ。俺は極貧生活を余儀なくされることになったのだ。これからどうやって食っていけばいいんだよ。おさずに並んでください。炊き出しが始まりますよ。そういや、月に何回かこの公園で炊き出しやってるな。待てよ。気がつくと俺は炊き出しの列に並んでいた。見るとホームレスとは思えない綺麗な身なりの連中が並んでいる。みんな不景気で金がないのか。俺みたいなやつが他にもいるんだな。その日は炊き出しのおかげで食費が浮いた。金の工面がなんとかなるまでは世話になるか。あ、中村からだ。久しぶりだな。あいつ会社がヤバいと分かった途端自分から辞めたもんな。元気にやってるのかな。中村が心配になって俺は電話に出ていた。あ、高田、久しぶり。中村、元気でやってるか。ああ、再就職もうまくいってさ、今度結婚することになったんだ。はあ？どうしても世話になったお前には報告したくてさ。そうか。はあ？再就職もうまくいった上に結婚もされた？ふざけんなよ！彼女も俺も貯金があるから、郊外にローンで一戸建てを買おうって話してるんだ。結婚式とかできないけど、将来のこと考えるとそっちの方がいいかと思って。へえ、郊外の一戸建てなんて安っぽいお前みたいでいいな。リッチなタワマン暮らしの俺とは大違いだぜ。そうだよな。あの、会社は大丈夫なのか。俺はリストラにも生き残った男だからな。即戦力として給料もたんまりもらってるぜ。それならいいんだ。じゃあまたな。何つまらない意地張ってるんだよ俺。中村の言う通りだ。貯金もせずに後先考えないでタワマンを買った結果がこれ。カツカツの生活を強いられて炊き出しにすら並ぶ羽目になった。俺も落ちぶれたよな。本当に人生何があるかわからない。だからこそ最低限の備えは必要なはずなのに、何もしてこなかったツケがこれか。もう後悔しても遅いけどな。俺の名前は下田。憧れのタワマン生活を始めた33歳の証券マンなのだが、もう限界だ。まずい、まずいぞ。俺の命綱、エレベーターよ、止まってくれ。レシオタレ。やっちまった。これで3回目だ。俺が住むのは58階建ての大規模タワーマンションの30階。高さにして地上約120メートルに位置する中層階だ。おかげでこの年になっておもらしすることが増えた。タワーマンションと呼ぶための法律的な決まりはないが、一般的には20階以上の高層マンションのことを言う。すごい眺めだな。毎日こんな素晴らしい景色が見れるだけでこの部屋を借りた価値があるというものだ。しかし裏を返せば、毎日この30階から1階までの上り下りがあるのだ。エレベーターは複数あるものの、それぞれ止まる階が異なる。朝の通勤ラッシュなんてエレベーターがいっぱいで早く家を出ないと遅刻しそうになる。階段で降りていくのはきついしな。点検中なんて時は死活問題だ。タワマン内には多くの共有スペースがある。図書館にゲストルーム、トレーニングジムにプールがあるところもある。この施設が入居者ならタダで利用できるのだ。さて、今日は休日だし、ジムにでも行って体を動かそうかな。
わざわざ外に行かなくても休日の暇つぶしができてしまうのは最高だ。共有設備は無料で利用できる分、多くの入居者からも人気だ。休日は予約を取らないと施設も利用できない場合が多い。タワマンにはコンシェルジュもいる。なんと24時間滞在してくれているのだ。もしもし、今から出かけるからタクシーを手配してほしいんだ。タクシーの手配に荷物の配送、レストランの予約やゴルフ場の予約までしてくれるのだから至れり尽くせりだ。遅いな。確か今日の12時に時間指定したはずなんだけど。荷物の配達も配送が高くなるほど遅くなってしまう。その理由は一番上から配達をしているからだ。だから時間指定をしても多少時間にズレが生じてしまうことも多い。タワマンのそばには併設施設があることも多い。俺の住むタワマンのすぐ隣の施設にはスーパーにコンビニ、それにクリニックや保育園などが併設されている。ここまで近くに何でもあるとタワマン施設内で生活が完結できちゃうな。わざわざ車や電車を使って買い物に行かなくても歩いて数秒のところに買い物施設があるのは便利だ。ふぅ、買いすぎちゃったな。そういえば電話する用事があったんだ。スマホスマホって、あれ、圏外？高い階に部屋がある場合、スマホの電波が届きにくいケースが多い。電波を送るアンテナの高さは約40メートル。それより高い場所では電波をキャッチしづらいのだ。仕方ない、下の階に行って電話をかけ直すか。そうだ、ついでにゴミ出しに行くか。タワマンのゴミ捨て場は各階にそれぞれ設置されている。しかもいつ何のゴミを出してもいいため、ゴミの日を気にする必要がないのだ。いつでも出せるってのは楽でいいよな。あ？なんだか隣がうるさいな。タワマンは超高層建築物であるため、なるべく建物を重くしないために壁にコンクリートが使用できない。そのため隣の騒音が聞こえてきてしまうこともあるのだ。まあまだ昼間だからいいけど、勘弁してほしいよな。あ、やばい、酒を買い忘れた。面倒だけど買ってくるか。30階なんて高い場所まで外から登ってくる人間はいないし、少しの買い物なら窓やカーテンを開けっぱなしでも外出ができてしまう。しかし、あ、しまった、財布を忘れてきた。うわ、せっかく1階まで来たのに。あんまり高い階層に住んでいると忘れ物をした時が大変だ。いちいち1階から30階まで戻らなくちゃならないからだ。はあ、もうちゃんと確認すればよかった。タワマンはかなりセキュリティがしっかりしている。ドアの鍵はピッキングに有効なディンプルキーだ。しかも不審者が入ってきた場合には警報が鳴るし、監視カメラによるオンラインセキュリティで24時間安心だ。こんなセキュリティガチガチのところに盗みに入る泥棒もいないよな。あ、洗濯物を乾かさないと。でもベランダには干せないんだよな。基本的にタワマンではベランダに洗濯物を干せないようになっている。多くの理由は強風だ。強風により洗濯物が飛ばされてしまうことから、ベランダで洗濯物を干すことは禁止されている。さらに外見上の問題もある。普通のマンションよりも高級感を売りにしているタワマンで質を下げないようにするために、洗濯物を干すのも禁止されているのだ。しかも眩しい、暑い。日当たりのいい南向きの部屋を借りたのが夏場にはあだになった。あまりにも日当たりが良すぎてクーラーも効きづらい。失敗したな、汗が止まらない。タワマンに住む多くのメリットはもしかしたらこれかもしれない。そういえば下田、お前って引っ越したんだろ？どこに引っ越したんだ？ああ、実はタワマンに引っ越したんだ。え、マジかよ、お前ってそんなに稼いでるのか？大したことないよ。タワマンに住むということは一種のステータスなのだ。住んでいるだけで自慢できるし、友人からは羨ましがられる。人生の勝ち組であることを実感できるのだ。頑張った甲斐があったな。施設は充実しているし、住み心地は最高。おまけにセキュリティはしっかりしているし、部屋は広い。仕事を頑張った甲斐があるというものだ。あ、
あ、請求書か。送られてきたのは家賃の請求書だった。分かってはいたけど、やっぱり高いな。今月の家賃は37万円。この他に管理費や共益費が2万円ほど。さすがに高額物件だ。この金額でも住めるのは会社の家賃補助のおかげだ。もし購入してたら、これに修繕積立金と固定資産税がかかるからな。実は高層階になるほど法人契約の部屋が多いのだ。タワマンは高層、綺麗、高額の 3K 物件。非現実的を楽しむためのひとときの夢だ。買えないけど住んでみたい。この生活はいつまで続けられるかな。皆さんはそれでもタワマンに住みたいですか？それとも普通のマンションでもいいなと思ってしまいますか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。